なたは視界が悪い山間部の道路を走行しています。見通しの悪いカーブに差し掛かり、左側には駐車場があります。この時あなたは何に注意しますか？見通しの悪いカーブの先から駐車場に進入してきた車が現れ、危うく事故になるところでした。もう一度見てみましょう。見通しの悪いカーブの先に白い車が停止していました。さらに駐車場から出てきた車によって見えにくくなっていたので、駐車場に入る白い車が突然目の前に現れることを予測する必要がありました。対向車の視点で見てみましょう。見通しの悪いカーブと駐車場から出てきた車の死角が重なり、接近してきた対向車に気がつきませんでした。駐車場から出てきた車が通過した後に、もう一度対向車が来ないことをしっかりと確認してから右折しましょう。雨や霧など視界が悪い時はヘッドライトを点灯し、自分の存在を知らせるとともに速度を抑えて運転することが大切です。